超満員の足立区体育館、お客様は3200人、1000人のお客さんが入場できる帰ったという情報が入りました。さあ世界のジャイアント馬場が第一戦バロンフォンラシックと相対します。この試合はどうですか？全くの初対決ですからね。そうですね、ただあのバロンフォンラシックはですね、はい、僕は AWA の勢力圏で、はい、バンガニアより技術的には上回るんじゃないかと。そうですね、慣れてる強豪で、技術過去の試合でもですね相当ね追い詰めてますからね。はい、真っ赤なマットを金繰りしてました。バランフォンラシックであります。ファン投票は第10位、世界のジャイアント馬場ファン投票はもちろん第1位、東の正横綱であります。バランフォンラシックはディック・アフィルズ、ブルーのサンバルチの選手の推薦でこのオープン選手権に参加いたしました。ファン投票第10位のバランフォンラシックであります。さあ貫禄から言っても絶対に負けられないジャイアント馬場、しかし初対決ということもありまして胸中穏やかではないでしょうね。あったもう。さあ今ゴングが鳴りましたが、ゴングが鳴る前に襲いかかりました。さて放送時間の方があと3分しかありません。この30分の一本勝負、あるいは最後までお伝えできるかどうかはっきり分かりません。もうね、さあバロンフォンらしく行きました。ストマック苦労ですね。最も警戒しなくてはなりません、苦労技。最も警戒しなくてはなりません、苦労技。最初からの苦労攻撃だ。ストマックのあたりを掴んで今離しました。今度はストンピングであります。バロンフォンらしくであります。強靭のようなファイトを得意としておりますバロンフォンらしく。さあ先制攻撃を仕掛けました。ちょっと深くであります。ジャイアント馬場苦労技の時はね、レフリーは厳重にチェックしないと、はい、もう何でも続きますからね。そうですね、特に今ストマック苦労を見せましたが、この後ブレンクローも得意としておりますバロンフォンらしく。鉄の爪のあのフリッツ・フォン・エリック選手が現役を引退したために、今や苦労技の使い手といたしましては世界一であります。バロンフォンらしく頭を取った、ロープに放り投げる。カウンターの頭が待っておりました。あっとまたしてもストマック苦労だ。リングの中央仁王立ち、ジャイアント馬場ちょっと先制を奪われました。バロンフォンラシクであります。放送時間があと2分になりました。おそらく最後までこの試合放送でお伝えできることはちょっと不可能になってまいりました。ご了承願いたいと存じます。さあバロンフォンラシクが激しいフロー攻撃であります。リングの中央であります。掴んでからね、ねじってますね。そうですね、なお来週は福井市体育館よりジャイアント馬場対アブドラザブッチャー、そしてジャンボ鶴田対ラッシャー木村戦を、それから力道山追善試合で行われます大木金太郎対アブドラザブッチャーの頭突き合戦、また福岡で行われますグレート草津対ザ・デストロイヤーの足四の字合戦をお送りする予定になっております。さてリング上バロンフォンらしくのフロー攻撃功を奏しました。色が変わってまいりましたね。そうですね、色が変わってまいりました。倒れ込みます。キャンバスに倒れ込みました。先制攻撃のバロンフォンらしく、これはちょっと不用意ですね、はい、そうですね、これを食ったらもう後が、ね、続かないですからね、はい、相当スタミナを下ろするでしょう ね。 そうですね、放送時間の方はあと1分でございます。まだ全くジャイアント馬場の攻撃は見られません。ストマッククローだ、まだまだブレンクローがありますから ね。 そうですね、当然頭の方は警戒しているいますジャイアント馬場であります。しかしジャイアント馬場の頭は非常につかみやすいんだということを言っておりました。バロンフォンらしく、あっと今度は両方の手でストマッククローに行きました。放送時間はあと30秒で超満員の足立区体育館からお別れしなくてはなりません。ほとんどこの試合最後までお伝えすることができなくなりました。さあジャイアント馬場が先制攻撃を受けておりますが、果たして立ち直ることができるでありましょうか。優勝候補の筆頭に挙げられておりますジャイアント馬場でありますけれども、今のところバロンフォンらしくに押されています。この試合の後来週福井市体育館ではジャイアント馬場はアブドラザ・ブッチャーと対決いたします。それでは今日はこの辺でお別れいたします。超満員の足立区体育館からさようなら。このバロンフォン・ラシク選手は1942年コロラド州デンバーに生まれました。
コロラド大学におきましてはレスリング部のキャプテンとして活躍、卒業後バンガニアにスカウトされてプロレス入りを果たしております。バランフォンラスクであります。脳天チョップを見舞いました。ジャイアントババ生き返ることができるでありましょうか。オープン選手権の大事な第一戦を迎えています。20日を合わせということで当然山田さん作戦は考えていたものと思われますけれども、ね、ちょっと不覚ですね、はい、もういきなりね苦労をね、言ってしまったというのは失敗ですね。そうですね、20日を合わせで相手の手の内は全く分かりません。ジャイアントババまたしてもストマッククロー、必要に仕掛けます。ストマッククローがっちりと入りました。ストマッククローを打っておいてその後離れたら同じところにストンピングですね。そうですそうです、非常にね一箇所集中的にね、はい、うまい攻めを見せてますね。ババを立たせます。今度はキッチンシンクか、やはり同じところですね。そうですそうです。今度はトーキック攻撃、手を持ってロープに払う。今度はカウンターのストマッククロー、激しい攻撃です。全くババ手が出ません。ババ手が出ません。力を入れて思い切ってストマッククローに行きます。バランフォンらしくもうね、攻めてる方のらしくの顔は真っ赤です ね、ですね。逆に攻められて掴まれてる方の馬場は真っ青ですね、はい、またしても倒れ込みました。ジャイアント馬場であります。全く攻撃ができなくなりました。ジャイアント馬場いつか生き返ることができるでありましょうか。馬場のストマッククロー、ストマッククローを受けております。激しい攻撃、バランフォンらしく、こういう場合にあの思い切ってね、ロープから場外に出て休むという手あるんですがね、はい、もうそれさえできないですね。そうですね、掴まれてますからね。いずれのクローもですね、リングの中央ですね。そうですね、ロープに長い足を伸ばすことができません。ジャイアント馬場であります。長い試合になってまいりました。腕を取ります。引き離すことができるか。ご覧のようにがっちりとジャイアント馬場選手のストマックのあたりを捉えましたが、今必死でこれを離しました。腕を取ります。さあ最初のチャンス、踏みつけた。16万で踏みつけました。16万で踏みつけました。これはいい技です。ジャイアント馬場、そして右の腕を取りました。膝の上に乗せます。膝の上に乗せます。ジャイアント馬場やっと生き返ることができるか。今度はコーナーマットに肘のあたりを打ち付けました。16問が出ます。16問が出ます。トーキックが出ました。腕を取ってロープに放り投げる。カウンターだ。ジャイアントチョップス炸裂、そのまま覆いかぶさった。カウントは2、カウントは2です。左の耳のあたり鮮血であります。バロンフォンらしく、ディフェンスはどうなんでしょうね、この人は。そうですね、まだね、受けておりませんけれどもね、はい、なかなかね、タフですね。そうですね、前半戦は一方的なストマッククロー、耳そぎチョップですね。そのまま抑え込みますがカウントは2です。かなりバランフォンらしくの方もスタミナをロスした模様でございます。今度はコブラツイストの体勢か、離しました。背中にパンチを打ち落とします。ストマックを蹴り上げる。またしてもいった。いろいろな方向からストマッククローを打ち出します。バランフォンらしく、本当に自由自在にね、クローを出してきますね。そうですね、上から下から横からですね、はい、しかも掴んでからねじってますね、はい、本当に効果的にこのクローというのをこれほどうまく使う人は見たことないですね。そうですね、だんだん皮膚の色が変色してまいりました。肌色から赤く染まっております。ジャイアントババ相手を立たして、今度はロープに放り投げる。あっと、これは16問が打ち勝ちました。16問が打ち勝ちました。あっと、飛び道具を見せました。ジャイアントババ32問ロケット砲です。そして片指の体勢決まりました。とうとう32問ロケット砲を爆発させてバランフォンらしくを打ち破りました。しかしちょっと危ない試合でした。バランフォンらしくの必要なストマッククローによりまして前半はほとんど打たれておりましたジャイアントババ。しかし一呼吸を置きまして32問ロケット砲で相手を仕留めて、そのまま逆エビの体勢で仕留めました。ジャイアントババが1勝いたしまして勝ち点2を挙げたわけでございます。最後やはりね、馬場選手慎重に片指固め決めましたね、はい、相手がなかなかパワフルですからね、本当に慎重に慎重にやってましたね。そうですね、32問ロケット砲によりましてバランフォンラシクを打ち破り、幸先よい勝ち点2を挙げました世界のジャイアント馬場でございます。優勝候補の筆頭、果たして12日間にわたりますオープン選手権、
この後強豪選手と当然ぶつかりますけれども、どこまでやることができるでありましょうか。ジャイアント馬場が見事にバローフォンラシクを第1戦で打ち破りまして勝ち点2を挙げました。